こんにちは、素直サイズなおです。今回はちょっとかわいいものを作ったのでご紹介したいと思います。棒針がいつもこうトートバッグの中にこう立ててぐさっと入ってるんですけど、そんなに持ってないけど使いたい時にこれとこれととか探すのがちょっと手間だなと思っていて、そんなにないし今はそんなに使わないからこのままでもいいんだけど、ペアでまとめておきたいなと。ずっと考えていたんですけど、どうしたらいいかなと思っていたのですが、自分が作った作品の中でこれは前に作ったんですけど、イヤホンコードまとめる子っていう名前でインスタには上げてるんですけど、こういうコード類をまとめておけるものが欲しいなと思って、ちょっとパチンって止めるのだとそのパチンっていうのをつけたりボタンをつけたりするとボタンをつけるとかの手間があるなぁと思って、簡単に済ませたかったので、二目ゴム編みの筒を作りました。伸びるし、これは1号の棒輪針で作り目を24目、40段で作りました。そんなにイヤホン使わないんですけど、使わないからどっかやっちゃうんで、こんな感じでギュッギュッって入れて、カバンに入れたり入れなかったりこのまま置いといたりしています。でちょっとこんな風にしていくつか作ったんですけど、これでいいやと思って、入れてみたんですけど、ちょっとゆるゆる24目じゃ大きいんだなと思って、ここを縫っちゃおうかなとか、真ん中を引き抜き編みでかぎ針で縫っちゃおうかなとも思ったんですけど、そうすると広がって場所を取るかな、
違うな。もっと細くしようということで、この子たちができました。これは作り目が16目で20段ぐらいにしました。どうやってしまうかっていうと、13号、そのまま刺しちゃおうって思ったら、この止める玉のところでちょっと斜めになっちゃったりしそうだから、こっちから刺して反対にして、こうやったらスマートかな。こんな感じでペアに。今のは13個、これはセリアさんで買ったかな、7mm。 これもぴったりっぽいけど、こんな感じで ガチャガチャしないで、この辺がねくっついてればいいかな。こんな風にしてペアをくっつけておけるから、いいかなと思います。自分的には満足です。で、マジックループで2目ゴム編みを数センチ編むだけなので、これは1グラムちょっと余り糸でできると思います。こっちは40段は3グラムぐらいで作ったはずです。最後まで見ていただきありがとうございます。終わり。